お尻とかに打つんで、これどう？ああ、結構あの、いや怖いです信じるか信じないか、こんな感じで大丈夫ですか？ああ、すごくいいですね。あ、す、結構やっぱ硬いですね。硬いんですよ。最近はひっくり腰になりまして。ひっくり腰になっちゃったんです。ああ、なっちゃったんです。人生で初めてですよ。いつ頃やったんですか？2ヶ月ちょっと前ぐらいですかね、うんうん、なかなか自分の体はメンテナンスやばい、最高。できてないですか？じゃあ全然できてないです。昔あんなにやってたのに、最近ジムとかも行けてないし、なるほど、体も垂れてきたんですよ。やっぱやった方がいいですよね。やった方がいいですよ、やっぱり。どんな感じですか？凝ってるとかっていうか、めちゃめちゃ硬いですね、やっぱり。現役とか、なんかこうスポーツとかなんかやってる人が、こうやめた後って急激にこう筋肉とか落ちるじゃないですか。そうするとこう古傷が痛むとか、こうなんかこう負荷がかかったところが痛むっていうのは絶対ありますからね。やっぱこれは結構来るでしょ。いやー、めっちゃ来ますねやっぱ。うわー、あらわりゃ。大丈夫ですか？いやー、入って痛いですね。痛いんですか？お尻結構意外にこう押されると痛いでしょう。あ、痛いですね。僕はお尻もともと筋肉がないんですので、はい、足の筋肉が一番弱かったんで、僕は。あ、やばいやばい。あ、ゆっくり、あれなんですか、全体的にこう痛めたんですか？真ん中なんですよ。真ん中です。もう本当に背骨の下にいたような感じで、で、あ、そう、起きられなくなったんです。もうトイレ行こうとしたら、はい、これは何だろうと思って、でも仕事あるのにと思ってお世話になってた先生に電話したら、はい、1、2回ぐらいでやってもらってだいぶ楽になったので、その後はボルタレで、あ、ボルタレ、相撲協会のボルタレがまだ持ってますのでボルタレってあれ痛み止めです。相撲協会でもらえる。で、前がも膝痛い時にめっちゃもらってて、診療所ね、はい、賞味期限切れてるって言いますけどダメじゃないですか。冷蔵庫にちゃんと入れてます。冷蔵庫基本ですよねそう、いやでも、はい、すごい結構、でもこれ結構左右差ないですか？大丈夫ですか？やばいです。あれ、後でライン教えてもらっていいですか？いいです。はい、そんな状態でいい？いや、でも、はい、すごくいいですよ。膝どっちやったんですか？右です。右膝。前十字とかなんかやったんですか？前十字とかないですけど、半月はないです、全く。あ、ないんだ。もう膝の骨も形が変われるようなほど水抜きましたんで。もともと左が悪かったっすけど、はいはい、で右でカバーして相撲長く取ってたっすけど、はい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 、最後の最後に右の方がやられちゃって、はい、で今の状況で右の方が痛いんですよ。あ、なるほど。でこれ両方はダメなんですけど、はい、正座でいいですか？もう正座のところじゃないんですよ。和式は絶対漏らしても入らないからね。 あれ漏らした方がマシなんですよ。マシなことはね。じゃあ損挙とかできます？いやいやいや、絶対できないです。今できない。あ、絶対できないです。針とか一回ちょっとやってみます？はい、それ普通の人間の針ですよね。普通の針それだったらお願いします。一応ちょっとあのこんな感じの針なんですけど。やめてください。若干お尻とかに打つんで、ちょっと長めの針を打ちます。いきます。あー当たっちゃった。これグーンとくるの分かります？分かります、分かります。めっちゃ分かります。これで楽になるぞ。あー懐かしいですか？懐かしいですよ。もう何年ぶりですよ。どんな感じなんですか、針打たれるときって？なんか、いやなんかね、抜いた瞬間になんか、はい、ちょっと軽くなる、足が。そう、これもぐーんとこう、ああ、大丈夫ですか？大丈夫。大丈夫じゃない。大丈夫。背中も打つんですか？この腰のここ
あ、やめそこやめましょう、そこやめましょう、ここいや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 これあの、ぎっくり腰やったっすよね。これあれじゃないんですよね。まだ入ってる、これまだ入ってますからね、これ入ってる、入ってます、入ってます。うわ、安心してください。いや、そこやめましょう、マジで。やめます、うん、やめます、やめます。結構あの、いや、怖いです。いや、怖いですか。怖いです。いや、今のままでいいです。今のままですか。全然楽になりました。本当。いや、本当。信じるか、信じないか。それはどんな効果があるとかって。これも一応針ってその筋肉をこう刺すじゃないですか、うん、筋肉を傷つけて、でその傷を体がこう治そうとしてそこに血流を送るんですよ。でそれでこう自然な注力を高めるっていうように。先生、はい、それ刺されながら言わないと。あ、そうですね。吉祥寺の皆さん、こんな宝物あるのに来ていただくのは甘いのはもったいないですと。できるか信じないか祈ります。お願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。